GoogleTag.cmd.push、ファンクション、はじめ中括弧 GoogleTag.display、Google, display. sp、アーティクル、アンダーフォと終わり中括弧。サッカー女子日本代表、なでしこジャパンは、二29日に国際親善試合でオランダ女子代表と、戦する。今シーズンの J リーグはダゾンで、いつでもど。でも簡単視聴点1か月無料お試し実施中もとも。 オランダは26日にアウェーで女子ワールドか。プヨ戦のチェコ女子代表戦に臨む予定だ。が、大雪により27日へ延期になった。そして、日本。に向けてはチェコからの移動も含めて中1日。いう強行日程になってしまった。間違いなく。区の選手にコンディション面の懸念がある。で、オランダサッカー連盟 KNVB は28日、6選手の追加賞。 を発表しているもともという23オランダ女子大の活動に参加していたミッドフィルダーエヴァファンドルセンアリゾナ州立大学ディフェンダーサマンサファンリーメンフェイノーノルトフォワードフェナカルトゥエンテフォワードロミー・ロイヒターディフェンダーリサドウともにアヤックスが日本戦に向けたオラダ女子代表に加わったまた予備召集リスト 入っていたミッドフィルダーナディーン・ノルダム、アヤ。スも代表チームに合流しているという。一方、27。のチェコ戦に先発出場していたメンバーの。チサン選手が日本戦を欠場することも合わせてパされているドットフォワード・フィフィア・ネミー・デマ、アーセ。ル・ディフェンダード・ミニーク・ヤン戦、ミッドフィルダー・ジル・ルート、とも。ボルフスブルクーの3人は日本戦で起用の戦。 足に入らないこととなった。アーセナルではフォワード。ブチマナとチームメイトととしておののい、ゴール。量産している絶対的エースストライカーの。デマ欠場は両チームにとって残念なしら。だろう。なでしこジャパンのミッドフィルダーア宮忠も、ミ位で。選手は今までなでしこが戦ってきた試合で。見ていますし、世界でもトップクラスの選手。 で見られたらいいなというか、そのスピード。とか、ボールタッチとか、ゴール前での愛で。は見ていても勉強になるものがたくさんある。ると思いますし、すごく楽しみではありますと。戦を心待ちにしていた。移動もあってほとん。トレーニングやリカバリーもできずに日本。を迎えるオランダ女子代表選手たちの婚。衣装やモチベーションは気になるとこ。 想定外の事態だが、その中でも勝利とともに、ジティブな収穫を持ち帰りたい。なでしこジ。パンのオランダ戦は、二29日19時40分、日本時間30日差。40分にキックオフで、BS 富士にて生中継も予定さ。テール。取材文、船木少量。